HTM スカイトラック1973年のパリ航空ショーで展示されている4座型の HTM スカイライダー HTM スカイトラックは1960年代と1970年代に西ドイツで開発された軽半用ヘリコプターである。後の4座型はスカイライダーとして知られる。西ドイツ航空当局から形式認証を取得し、 顧客からの確定注文を受けたにもかかわらず、スカイトラックが量産されることはなかった。開発は1960年代半ばにバグナーの工場が地上走行可能なヘリコプターを開発しようという試みから派生したもので、これと同一の二重反転式ローター動力システムがこの機体の開発に応用された。スカイトラックは片端が 箱状のキール構造となった幅の狭い短座のキャビンと、その反対側に水平に置かれた、フランクリン車製水平対抗エンジンの間に、トランスミッションと、シュローターが配されており、パイロットの座る短座の座席は、スライド式累積型キャノピーで覆われていた。試作機はこの携帯で1965年7月に、初飛行を行い、 フロートと回答性改善のために後部に伸びたブームの先端に V 字尾翼を取り付けた試作2号機がこれに続いた。試作3号機はより一般的な構造の散在用キャビンを持ち、この機体の農業機としての能力を披露するために農薬散布管と農薬タンクを取り付けていた。この機種の形式認定は1969年に取得された。 1971年に新たに設立されたヘリコプターテクニヒミ運ーン者がスカイトラックの製造・販売権を買い取り、1972年半ばに1973年末までに35機を生産する予定で家全番軍に生産ラインを構築することを発表したが、これはすでに全機売役済みであった。この第一バッチ分の生産後に、 HTM 社は30機単位のバッジごとのライセンス生産権を販売する計画を立てていたが、第一バッジを生産する分の資金も調達できず、これらは実現しなかった。最終開発型のスカイライダーは、スカイトラックにオン分の座席とこれを完全覆う形の胴体を持つ機体であった。この機体構成のモックアップが1972年の ハノーファーとカンヌで開催された航空ショーに展示され、試作機は1973年6月のパリ航空ショーで披露された後1974年2月に初飛行を行った。わずか数時間の作業でスカイトラックの基本仕様からスカイライダー仕様へ換装することが可能であった。しかし翌年に HTM 社は事業から手を引き、 それ以上の期待が制作されることはなかった。ありがとうございます。